プリシエイ高梨いつきです。フェアリーゴトマザーアイズメソッド価値風水4元素15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは才能を花開かせるために挑戦する日々の記録です。2023年12月11日に月曜日、フェアリーゴトマザーアイズメソッド価値風水4元素15色の才能を開花させる行動の日記ということで、6時に起きました。茶色のリラックスの才能ですね。赤色の情熱の才能でホットミルクと酢を飲んで体重測定、カロリーママの入力と1日の食事計画。白色の浄化の才能でお香とアロマオイル。薄橙色の共感力の才能でお顔のマッサージ。ピンク色の愛の才能でスチーマーと着替えとメイク。薄橙色の共感力の才能でお湯を飲んで、薬とサプリメントを飲み、ボディクリームをつけベッドメイキングをしました。水色の冒険の才能で予定の確認と1日の計画のチェック。黄色の創作と黄緑色の拡散の才能で動画編集と拡散。赤色の情熱の才能で食事。白色の浄化の才能でルンバでお掃除をする間に換気と机の上と周辺のお掃除。薄橙色の共感力の才能で片付けと整理。黄土色の経済力の才能で両学長さんのライブを聞きながらです。緑色の UI の才能でリサイクルステーションへ行きました。黄土色の経済力の才能で声優でお買い物。お買い得のものをたくさんありがとうございます。黄土色の経済力の才能でファミリーマートでお買い物。楽天のカードの Apple Pay と楽天 Pay と楽天ポイントをみんな使ってみました。店員さんに親切に教えてもらいました。ありがとうございました。12時半になって赤色の情熱の才能で食事と酢をまた飲みました。白色の浄化の才能で道路の掃除と川のゴミさらい。狐様とご先祖様と神様にご挨拶。お線香とろうそく、般若心経とノリとドロップ、ハイとポジティブワードの音読。赤色の情熱の才能でウォーキングマシーン。黄土色の才能で両学長さんの動画を見ながらです。白色の浄化の才能で玄関とベランダの掃除。不思議なことがありました。ベランダに不思議なものが置かれていました。最初は掃除をして片付けたんです。なんだろうこれ、やだなって思って、でしばらくするとまた同じものが置かれていました。まあ気持ちが悪いって思って、そのままにしておいたら動物が食べたのか、食べ散らかして少なくなっていました。ああ掃除しなくっちゃって思って、それでハッと気がついたんです。そうか、掃除をしろってことだって思って、で慌ててバケツとクレンザーを持ってきてベランダ全体を磨きました。ベランダ自体が古いので汚れを落としてもそんなに綺麗にはならないと思って、荷物を運び込んだ際に気になったものの放置状態になっていました。そのうちにベランダをあまり使わなくなって通らなくなっていたので、気にもせずに、で置かれていたものはきっと神様が置いたに違いない、そんなことがよくある私です。そうです、掃除が抜けるんです。気をつけようと思います。例えば何かをですね、盛大にこぼしてしまうとか、落としてしまうとか、そこの場所も掃除が抜けてることが多くて、慌ててその周辺も掃除するっていうことがたびたびあります。はい。緑色の UI の才能でガーデニングとコンポスト。薄橙色の共感力の才能で料理。ネギ塩麹と甘酒と夕飯を作りました。オレンジ色の自己主張の才能でサザンオールスターズの曲をずっと聴いて、鼻歌を歌ってとても懐かしい思いで聴いていました。黄色の創作の才能でブログ。5時になって赤色の情熱の才能でストレッチとゆとりとマリネス。薄橙色の共感力の才能でお風呂と洗濯、洗濯物を干す。ピンク色の愛の才能でスチーマーをかけながらフェイスイオンエフェクターと、フェイスリフト、フェイスマスク、アイクリームをしました。白色の浄化の才能でそれらを全部斉藤ひとりさんの動画を聞きながらですね。7時になって赤色の情熱の才能で食事をしました。
黄色の創作の才能でブログを書いて、黄色の創作と青色の知識の才能で動画編集と英訳、紫色の占いと占いの勉強で恵子さんの射手座新月のインスタライブを聞きながらです。で、黄土色の経済力の才能で家計簿付けと家計のチェック、薄橙色の共感力の才能で寝る前の片付け、水色の冒険の才能で明日の予定の確認を知って、茶色のリラックスの才能で漫画を読んで眠りました。終わりに、私は幸せです、私は嬉しいです、私は最高に運がいいです、ありがとうございます、感謝します、おかげさまです、今日も最高の一日をありがとうございました、神様と皆様に感謝して、 I appreciate、 ということで英語の方に行きたいと思います。 Introduction, I appreciate, I'm Itsuki Takanashi, please call me Tama. Very good mother, I'm method for element, 15 colors of talent, everyone has 15 colors talent, the 15 colors can be combined to create endless talent, this is a record of the day I challenge myself to make my talent blossom. 11th.December 2023, Monday, Fairy Godmother Eyes Method, Fire, Earth, Wind and Water for Element, Diary of Action to Bloom, 15 Colors of Torrent, 6 a.m. Brown Reaction Torrent, Wake Up, Red Passion Torrent, Drink Hot Milk and Vinegar, Weight Measurement, Calorie Mama Up, Input Daily Meal Plan,White purification torrent, incense and aroma oil, pale orange empathy torrent, massage, pink love torrent, steamer, change of clothes, makeup, pale orange empathy torrent, drink hot water, take medicine and supplement, body cream and bed making, light blue adventure torrent, check my schedule and plan for the day,Yellow Creative and Yellow Green Splendid Torrent, Video Editing and Splendid, Red Passion Torrent, Meals, White Purification Torrent, while listening, while cleaning with Roomba, Ventilation, Clean the Desk and Surrounding Area, So Pale Orange Empathy Torrent, Clean Up and Organize,Yellow Ochre Economic Torrent while listening to the live performance of Leo President. Green Fraternity Torrent go to recycling station. Yellow Ochre Economic Torrent shopping at Seiyu. Thank you for the many great products. So Yellow Ochre Economic Torrent shopping at Family Mart, Rakuten Card, Apple Pay andtry using Rakuten Pay and Rakuten Point. The store clerk kindly taught me this. Thank you very much. So I tried so cashless life. So 12:30 p.m. Red Passion Torrent meals and drink vinegar.White purification torrent, I'll clean the road and take out the trash in the river. Greeting to the fox, ancestor and gods. Incense sticks and candles. Reading out the heart sutra, prayers, rope high and positive words. Red passion torrent while walking machine. Yellow ochre economic torrent watching video of Leo president.White purification torrent cleaning the entrance and balcony. Something strange happened. There is something strange on the balcony. First, I cleaned and tidied up. After a short time, the same thing was there again. Bad feeling. I leave it as it is,it will probably be eaten by an animal and it will be scattered around it. There won't be much left. I have to clean it up. That's when I suddenly realized, that's right, cleaning. And I
Hurriedly grabbed and bucket and cleaner and scrubbed the entire balcony. So the balcony itself is old. I thought that even if I remove the dirt, it wouldn't return to its original state. So I left it alone, even though I was concerned about it. What was placed was, God must have placed it there. That happened to me often. That's right, cleaning is a breeze. Let's be careful. So Green Fraternity Talent Gardening and Composting. Pale Orange Empathy Talent Cooking. Green Onion Salt Koji, Sweet Sake, and Dinner. So Orange Self-Expression Talent. I've been listening to Southern All-Stars songs all the time. Nostalgic. So Yellow Creative Talent. Blog I wrote. 5 PM, Red Passion Talent, Stretching and Yutore and Moriness. Pale Orange Empathy Talent, Bath and Laundry, Hang Out the Laundry. Pink Love Talent, Steamer, Face Ion Effector, Face Lift, Face Mask and Eye Cream. So White Purification Talent, while listening to Hitori Saito's video or YouTube video, I listening. So 7 PM, Red Talent Action Meals. Yellow Creative Talent, blog I wrote. Yellow Creative and Blue Knowledge Talent, video editing and English translation. Purple Intuition Talent, studying fortune telling and fortune telling. Keiko's Sagittarius New Moon Instagram Live I watched. So Yellow Ochre Economic Talent, Household Accounting and Checking Household Finances. Pale Orange Empathy Talent, Clean Up Before Bed. Light Blue Adventure Talent, Check Tomorrow's Schedule. So Brown Relaxing Talent, Comics I Read and Go to Bed. At the end, I'm happy, I'm glad, I'm extremely lucky. Thank you for the great day. Thank God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。